えりなです。ちょっと帽子かぶってたから髪の毛が、卒業公演された。やっほー、めっちゃすっぴんですけど、皆さん、先ほど卒業公演の、ね、応募が始まりました。そして卒業公演に出てくれるメンバーも発表されて、ね、ついにもう本当に最後の最後になります。そう、発表されました。ぜひね、皆さん、本当はみんな来てほしいけどね。なんか250人って聞いたらさ、え、みんな当たるんじゃないって思うんだけど、そうじゃないんですよ。そう、250人以上の方がまず来たいと思ってくれていることがすごくありがたいですし、ね、でも全然本当にたくさんの方に、ね、配信でも届けるので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、出演メンバーもは私含め18人で、うん、特別公演でやらせていただきます。うん、配信でちゃんと見ましたって、よろしくお願いします。申し込んだ、早い。そう、自分がね、卒業するときにこうやって特別な公演にしてもらえるっていうのは、まあ、少し憧れっていうか、 AKB48 のメンバーとして活動する上での憧れっていうか目標の一つだったので、こうやって特別にね、セットリストを組めて最後の最後にの公演で特別公演ができることは本当に嬉しく思ってます。感謝感謝、誇りです。あ、やった。はい、ね、選抜も元カレですから、元カレリップグロス、どうしても君が好きだアイドルなんかじゃなかったので、4作連続で入らせてもらってね、もう本当 AKB としての、そしての活動ではもう選抜も入らせてもらって、卒業セレモニーもやってもらって、卒業公演も特別公演でって、私がね、もうこうやって大きい目標にしたものは結構、まあ、卒業セレモニーは別に目標とかじゃなかったんですけど、そう、なんかもうこんなね、よくしてもらって卒業できるので楽しみです。卒業公演、卒業公演は、うん、楽しみ。もう実感ない、なんかみんな言うじゃん、実感ないって言うじゃないですか。でも私も別に実感なくて、でも今日はレッスン場のでいつも使ってたレッスングッズを持って帰りました。レッスン場にいつも置いてた、何年も使ってた、3年とか2年とかかな、ずっと置いてあったレッスンシューズをもう袋に入れてバッグに入れて持って帰りました。来るのは明日が最後とかだけど、レッスン場に行くのは明日が最後だけど、うん、まあ、明日は土足でやります。レッスン土足で
靴の裏拭いてやります。うん。帰ります。うん、明日がレッスンさん、そうです。だからもうレッスン場とかに行くのはもう明日が最後。もうやめたら絶対来ない。もうやめ卒業したらもう絶対に来ない。何があっても行かない。うん、何があっても来ない。忘れ物も絶対しないし、もう本当に何があっても来ない。うん、うん、そう、昨日さレッスン終わって帰ろうとしてさ、スタッフさんとなんかちょっと話してたっていうか、あ違う、公演だったんか昨日。レッスンから公園に行くまでの間にレッスン場にいたら、なんかりんちゃんがお疲れ様ですとかって言ってレッスン場に来てえって思って、えりんちゃんみたいな、あれこの前卒業したよねって思って、そう普通にいてなんかガサゴソしてて、そうなんか荷物取りに来てたのかな、うん、あれって思って、でもなんか喋れなかった。なんかスーって行ってなんかガサゴソして、でもその間に公園に行っちゃったから、私たち普通にいすぎて、えりんちゃんえみたいな幻見たんかなって思って、そう、シュレッダーかけてたらしい。あそうなんだ。あ今までの資料のシュレッダーわざわざかけにレッスン場に来た。なるほどね。ゴミを今までの立ち位置表とかそういう資料をシュレッダーかけに来てたんだ。なるほど。そう私も公園に行こうってなった時にスタッフさんと話しててスーって通ったから、全然あリンちゃんとかっても言えずに、あリンちゃんだと思って、でもそのまま公園に行かなきゃいけなかったから喋れなくて、そう姿だけ見て、そうびっくりしました。私は本当にもう絶対に卒業したら絶対に来ない。お代理、私ね全然関係ない話なんだけど、今劇場のドンキ前でお代理がスーッと通過したことがあるっていうコメントにて、すっごい関係ない話なんだけど、私ユカルンさんの卒業公演に出させてもらったんですよ。でユカルンさんの卒業公演、私出演メンバーじゃなくてサプライズメンバーっていうの、ゲストメンバーだったから、出演メンバーには名前は残ってなかったんですよ。だからゲストだから来ちゃいましたみたいな、方のメンバーだったんですけど、リハーサルに行った時に、でリハーサルがまだ始まらないってなったから薬局に行きたくて、私はその日ちょっと二重の調子が悪くて、なんか目にさ二重を、そう目の調子が悪くて二重のそうシールみたいなのを、そう二重をねちゃんと固定しようと思って、そう、そのね、そのために薬局に行きたいと思って、そう薬局に行きたいなと思ってスタッフさんに
あの歌すいませんってちょっと薬局行ってきますって言って行った時に、そうじゃあって劇場に戻ってくる時は連絡してくださいって、なんか連絡してくださいって言われたんですよ。それでえはいって言って普通に出た時に、普通にエレベーター乗ってずっとエアポッツしてたんですよ私は。でバーって普通にそこから離れた時にエアポッツが急にピロンって切れちゃったんですよ。でえって思って、そしたらなんか携帯を持って出てなくて私だから、えってなってやばいじゃんってなって、でももういいやって、もう薬局行こうって思って、その日本当に目が腫れてて、そうもう焦ってて自分ももうやばい目が腫れてるってなって、これはやばいってなって、で薬局に行って、でも本当に携帯を持ってなかったから時間も分かんないですし、もうなんかマネージャーさんにも連絡できないから、もうずっとさなんかいろいろうろうろしてさ、どうしようってなって、財布は持ってたんですよ。でドン・キーホーテとかのもう表側から行ったら入れるかなと思って、普通にドン・キホーテの7階とかまで上がったけど、8階に行こうと思ったら行けなくて、嘘でしょって思って、もう本当終わったって思って、なんかそこら辺の街にあるガラスとかで自分の顔を見て、こうやって硬いテープでね腫れた目をこうやってこんな感じかなって思って、二重の癖をこうやってつけてて、街中で秋葉原のガラスに映った自分見てこうやって、そう、それで、でずっとね、でなんかいろいろうろうろしてたらね、マネージャーさんが降りてきて、あっってなって、あっってなって、えってなって、えすいませんって、私携帯が忘れちゃっててって言ってね、そしたらあっってよかったって、なんか本当なんか誘拐とかなんかなんか事故にあったのかと思いましたってなって、言ったら携帯を見たらヘアメイクさんが困ってるので早く戻ってきてくださいとか、どこにいますかって、もうそろそろやばいです時間みたいな感じでめっちゃ来てて、そう焦った、そうなんでした。でももうそういうことはないです、もう劇場に来るのはあと1回なので、うん、今日は事務所で今後の給料面談をしました。大事な話、うん、いやもうテンションめっちゃ下がりました、普通になんかもう何も、もうなんかもう口数もなんか減っちゃった、なんかもうどんどんさあもう笑えなくなってきた。でも楽しもう、頑張れって、楽しもう、
卒業したら神奈川に帰っちゃうのって、ずっと神奈川なんですけど。実家帰っちゃうんだって。いつも帰ってます。冬眠期間ありますかって。冬眠期間っていうか、普通に仕事があったら姿出せます。マジ応援してる、ありがとう。写真集ももうすぐ発売、あともう2週間もない。EX 大賞ページ少なくてちょっと物足りませんでした。写真集を買ってください。写真集を見てください。お洋服かわいい、欲しいなって。このお洋服はラグビーのお店で買いました。ラグビーのお店、カンタベリーっていうの、カンタベリー、ファンクラブでも配信しよっかな今から。ファンクラブあれ簡単にできるのかな。まだ1回しかしてない。やってみて、だってどうやってやるのか分かんないけど。でもまあそろそろショールームはやめます。ではじゃあみんなありがとう。卒業公演よろしくお願いします。では最後におランキング読みます。いきます。13位コルチェ、12位マッタ、11位アキモン太郎、10位タンちゃん、9位 YSA73、 8位ファデル、7位マコピー、6位カホ、5位筋肉愛好家、4位中堅、3位マカシアとおだし、2位ごめん先生、そして1位はテイテイ、ありがとう。ということで
ありがとう。卒業コインも最後までよろしくお願いします。では、バイバイ。